2015年6月16日、韓国朝鮮日報によると、韓国で昨年から爆発的人気となっているハニーバターチップを、ソウルの繁華街ミョンドンで、通常価格の2から3倍の高値をつけて売る露天商が登場した。10日、地下鉄ミョンドン駅近くの3カ所に、リヤカーに、ハニーバターチップの袋を積み上げて販売する露天商が出た。通常価格1500ウォン、約165円の 60g 入りを、5000ウォン、約550円で、3000ウォン、約330円の 120g 入りを、8000ウォン、約880円で販売している。露天商は、価格について、相応の仕入れ価格を払って苦労して入手したので、決して高くないという。市場価格を知らない人や、観光地でもあるミョンドンを訪ねた外国人観光客が買っていくというが、外国人観光客の反応は良くない。香港からの観光客は、外国人を騙すようなやり方で気分が悪い。外国人観光客がバカにされているようだと語った。これについて、韓国のネットユーザーからは、様々なコメントが寄せられている。この露天商と韓国の政治家は同じ。違うとすれば、リヤカーカリムジンの違いだ。国をダメにする方法もいろいろだ。ミョンドンのこの辺りは、韓国人が行っても嫌になる。タクシーも、何もかも、ぼったくりだ。国のレベルを見せてくれる露天商だ。一日でどれくらい売れるのかわからないけど、そんなに稼ぎにならないだろうに、こんなことまでするのか。こういう露天商をやめさせろ。区長や公務員たちは、こういう露天商を潰さずに何をしてる？こういう人たちが、ちゃんと税金を払っているのか調べるべき。お菓子が大好きだけど、ハニーバターチップは一袋食べられない。みんなが、どうしてそんなに好きなのかわからない。まだこれを食べてる人いるんだね。